こんにちは、後藤志郎です。このチャンネルは世界のアートシーンを巡りながら、これから来るもの、注目すべきものをご紹介していきます。今回は埼玉近代美術館からです。注目すべき展覧会が開催されているからです。ニューフォトグラフィックオブジェクト、写真と映像の物質性というタイトルの展覧会です。今回の展覧会は情報と物質を巡る展覧会で、4人と1組の注目すべき写真家が選ばれています。今回のキーワードはニューフォトグラフィックオブジェクト。写真と物質をめぐるテーマは、この15年ぐらい間に世界の現代写真アートシーンの中で非常にクローズアップされてきました。たくさんの新しいタイプのアーティストが出現しているわけです。その背景には、世界全体がデジタルトランスフォーメーション化して、情報を物質に変換する新しいプロセスが誕生したからです。写真もコンピューターによって加工することができるし、アーカイブですることもできるし、携帯で撮影した写真を共有したり、ネットワークで配信してコミュニティを作る道具に使われるようになったわけです。そういう背景があります。それは私たちの現実生活のリアリティというものを大きく変換していったわけです。もう少し言いますと、物質っていうもののあり方っていうものが、昔の唯物的なマテリアルではなくて、バーチャルの空間の中にあるイメージそのものを物質として考えられる、捉えられるようなパラダイムにシフトしたことを意味しています。そういう中で現代写真は、そのオブジェクトというものをいかに扱うか、新しく扱うかということが可能になった、拡大した領域になったわけです。1人目は、牧野隆です。彼は世界的にも高く評価されている映像作家ですね。先日も韓国の芸術祭でグランプリを獲得していますが、ドキュメンタであるとか世界的なフェスティバルでも、招待作家として、評価されている人です。基本的には映像作家として始まっているわけですけれども、その、映像体験っていうか、それは非常にもう情報と物質っていうことが本当に、経験できるようなもので、例えば、この動画は、多様なレイヤーが合成されているんですけれども、会場に行って、例えば片目にですね、フィルターをつけながらこれを経験すると、その中から、その隠れている映像というものが浮かび上がったりしてくるというような形になっていて、映像そのものは 2D なんですけど、経験としてはハイ次元な 3D 以上のですね、経験をすることができるという、非常に衝撃的な優れた作品だったと思います。非常にこう、なんていうかな、その情報と物質っていうものについて、その理知的に考える、以上にですね、自分たちを恍惚な世界に味わわせてくれるということですね。ということは、ある意味ではその脳内で映像を我々がどういうふうに処理しているかということとの経験と関係しているんじゃないかなというふうに僕は思いました。とても素晴らしい作品だと思います。2番目の部屋は、横田大輔です。彼は昨年の木村伊兵衛賞も受賞しましたし、世界的にも国内的にも高い評価を獲得している注目すべき写真家です。今回の作品は、今まで自分が撮影してきた、制作してきた写真が透明のビニールシートにプリントされていて、それがレイヤーで何層にも、重ねられていて、観客は、前からも、後ろからもその作品を鑑賞することができる、経験できるという作品になっています。ここで非常に面白いのは、横田大輔は実際の世界の像を破壊してこのようなイメージを作り出しているというわけではありません。ということは、写真は外界を撮影するということで成立してきたわけですけれども、そういうようなものに依存しない作品を作っているということですね。これはですね、以前の、横田の、インタビューですけれども、彼はこういうふうに言っています。デジタル化
デジタル化以降の写真は物質性への意識が希薄されつつあるように感じます。しかし思考と身体のように双方の側面が存在して初めて写真としての状況が成立すると考えます。その身体としてのフィルムには従来の外界の記憶という役割を損失するための規定から解放され、写真化が行われる過程に起こる物質化現象の痕跡が残されます。それは心身の分離のように互いが互いを縛る関係からの独立であり、同一であった状況から一度分断させることで新たな写真の可能性を探る試みとなるのではないかと考えています、というふうに語っています。これの注目すべきところは、つまり写真の物質性っていうのが社会的には希薄になっているので、反対にそれを分離させて物質そのものとして提示したらどうなるかということを横田が考えているということになりますね。今回の作品はそれを意味軸も象徴した作品だと言えると思います。さて3番目の部屋に移行しましょう。ネルホルの部屋です。ネルホルは田中義久というグラフィックデザイナーと飯田龍太という彫刻家の2人から構成されるユニットです。彼らは写真を何百枚も積層し、それをカッターで切って断層のように、していくという作風で知られています。昨年の、ボカ賞のグランプリにも選ばれている注目の作家です。非常に今回の、なんというかネルホルの展示は、私に、感激をすごく与えたものだったです。それはどういうことかというと、その情報として与えられている映像イメージというものが物質化されていて、それが、極端な形で磁場というか、やっぱり磁力を形作ることができるのだということを非常に痛感させたということですね。今までもですね、ネルホルの作品は知ってはいましたけれども、これだけまとまった形で展覧会で見れたということは非常に、大きかったなというふうに思います。ネルホルがやってきたことの重要性というものが非常に、明らかになった展覧会だったと思います。って言いますか、今までの絵画の歴史はイメージを変形させることにより何か力を得てきたわけですが、この情報というものが物質化されて、なおかつ手動でそれを切り刻みながら断層化していくっていうことによって、新しいリアリティ変形に変わるような強度の作り方ということを明らかにネルホルは掘り当てたということが、私を一番感動させたものだったと思います。3番目の部屋は滝沢博史です。彼は非常にスケール感のある展示を今回行っているわけです。その普段は、ショーケースとして作られているところに、植物でしょうか、これは、クリミナルガーデンというタイトルが作られていましたけれども、植物を撮影したものを出力しているんですけれども、それが非常に、立体的に再考察されていて、オブジェのように、展開される、ですから写真を使った彫刻というふうに言ってもいいような、形のプレゼンテーションをしていました。これは非常に力作で、感動しました。それで他にもですね、例えばコンクリートの、オブジェのところに写真というものがプリントされているものですとか、それから自分が撮影した写真をフレームの中で対比してそれを構成するような作品とか、つまりどういうことかというと、普通はイメージという形で物質性がないものを物質に、ある意味力技で置き換えるというふうなことで、このいわゆる現実に写真を物質として強く認知させる、だからある意味では横田大輔とは違う形ですけれども、滝沢博史のアプローチの仕方というものもダイレクトにその情報が物質化させる、写真のイメージ性というのを物質化させるということで経験させるということの意味合いというのは非常に重要だったと思いますし、展示が本当に素晴らしいものだったなと思います。
最後は佐古哲平です。佐古哲平は写真新世紀のグランプリにも選ばれている人ですが、普通写真は決定的瞬間、いろんなシーンの中から一つだけのイメージを何か取り出して強度化していくっていうふうなやり方をするんですけど、佐古哲平はそういうやり方ではなくて、複数のシーンを構成して一つにしたり、それからスチールに見えるんだけど動画だったりっていうふうな形で、その写真が今まで構築してきた歴史っていうものを裏切って非決定性に還元するみたいなことを非常に積極的にやってる作家だと思って大変面白いと思います。それで今回も、シルクスクリーンで作られた作品もありますし、動画で自分のブックを、ページをめくりながら展開するというものもありますし、それから2つの、画面、動画の画面を対比的に何か見せながら、一見スチール的なんだけど動画である、何も起こってないように見えるかもしれないけれども動画であるというような世界を、展開しているわけですね。ですから、つまり今まで 2D であったそういうような写真っていうものが、その映像のテクノロジーであるとか、さまざまなアウトプットの方式によって、多様に展開することができるんだ、現実の中に、介入させることができるんだということを佐古哲平はあの手この手でいろいろやっているというところが非常に面白いと僕は思いました。だから全体の中では一番写真的なんですが、その今までのその写真の歴史っていうものをひっくり返しながらそれで見せてくれるっていうことでは、非常に爽快感もあるような素晴らしい、作品だったと思いました。今回の展覧会、ニューフォトグラフィックオブジェクトっていうことは、ある意味ではこの間のその写真と情報と物質っていうものの変換のプロセスの、イントロダクション的な展覧会でもあるというふうに言っていいと思うんですよね。僕はその、情報と物質、写真における情報と物質の変換をハイパーマテリアリティというふうな言い方をして、こういうあのブックレットで展覧会のブックレットにしたことがあるんですけれども、その中で行われていることっていうのは、つまりこういわゆるバーチャルな存在の中における物質性ということもやはり問題にしていかなければいけない領域で、それは AR とか VR とかっていうふうな形で拡張していくと思われますし、それからこの物質性ということも、その非常にある意味では男性的な側面というのも非常にあるわけですね。ですから例えば、作家で言えばピピロッティリストという映像作家がいますけども、彼女が先駆的にやってきた作業の中にあるような、そのジェンダーを超えた物質性みたいな問題っていうものも取り組むような展覧会が今後期待されるというふうなことは、とても、私自身も痛感して思いました。今後のこのような展覧会の動向に期待したいところだと思っています。